シューマッハが2位、アロンソ3位、マッサが4位、5位フィジケラ、1つ順位を上げました。バリチェロ6位、先ほどの7位から上げました。ロズベルグ7位、8位はアルバーズ、先ほどまでは4位を走行中、どうしたんでしょう。いいバトルです。ロズベルグはもうすぐピットインするはずです。ではアルバースにとって順位を上げるチャンスです。彼の方がロズベルグより燃料に余裕があるでしょう。ですから彼とすればですね、ロズベルグにぴったりついていって相手がピットインするのを待てばいいわけなんですよ。彼の方がガソリンが少ない分身軽ですからスピードが出るはずです。ですからあと何ラップか走り続ければ逆転できるでしょう。もちろんそれは走り続けられればの話ですが。やったアルバース、いいですね。見事なオーバーテイクでロズベルグに力の差を見せつけました。周回数の3分の1を終えました。首位はモンポーヤ、ライブシューマッハが2位、アロンソ3位、マッサが4位、5位フィジケラ、バリチェロ6位、クリスチャン・アルバースが7位、そしてニコ・ロズベルグ8位。トップ争いが激しさを増しています。モンポーヤは収録分の燃料しかないはずです。そろそろピットインでしょう。リアルシューマッハ逆転のチャンスですね。彼の方がモンポーヤよりもガソリンの残りが多いはずです。ですから彼としてはモンポーヤがピットインするまで後ろにぴったり引き付いてさえいればいいわけなんですよ。彼の方が燃料が少ないと思われますから、1ラップあたり少なくとも1秒早いでしょう。だからあと何ラップか頑張ればオーバーテイクできる見込みは十分にあると思いますよ。もちろんそれは彼があと何ラップか走り続けられるの話です。シューマッハ最後のセクター3をうまくまとめてきました。ギャップはさらにコンマ6秒縮まりました。6ラップ目です。首位はモンポーヤ、ミハエル・シューマッハが2位、アロンソ3位、マッサが4位、5位フィジケラ、バリチェロ6位、クリスチャン・アルバーズが7位、そしてニコ・ロスベルグ8位。マクラレンのメカニックたちがピットレーンに出ています。さあミハエル・シューマッハプッシュしています。タイム差 1.4 秒です。シューマッハがセクター2でスパートです。圧倒的な速さでさらにコンマ5秒前との差を詰めてきました。モントエがピットに飛び込んでくる。レースは後半に入ろうとしています。トップはミハエル・シューマッハ、一つ順位を上げました。アロンソは2位。本当やな、
フェラーリのピットの動きが慌ただしくなってきました。シューマハに勝ち目はないですね。タイムは1分。これはミハイルのタイムをしのぐタイムです。1分59秒台中盤で走っていますね。終えています。トップはミハエル・シューマッハ、モントーヤが2位、アロンソ3位、マッサが4位、オリフィジカラ8位から順位を上げました。バリチェロ6位、順位を3つ上げました。バトンが7位、サイドフェルドが8位、5位から順位を下げてしまいました。
しく攻めます。タイムは1分。これはモントレーリも速いペースですね。現在1分36秒5前後で周回してます。上位の8台はどうなってるんでしょうか。トップはミハイル・シューマッハ、モントーヤが2位、アロンソ3位、マッサが4位、5位フィジカラ、バリチェロ6位、バトンが7位、そしてライトネンが8位です。いきます。タイムは1分。モントレーに対するリードをかなり広げてきています。ギャップは今や2秒5になっています。ページを築いてきています。ギャップは 2.8 秒広がっています。さあ、モントヤとの一騎打ちです。じりじりと追い上げて、さらにコンマ1秒差を詰めました。現在のトップ8を見てみましょう。トップはミハイル・シューマッハ、モントーヤが2位、アロンソ3位、マッサが4位、5位フィジカラ、バリチェロ6位、バトンが7位、そしてライコネンが8位です。さあ、ミハイル・シューマッハがスタートです。ギャップは今3秒ちょうど広がりました。モントーヤ一旦追撃を諦めたようです。シューマッハの方は絶好調です。このまま独走態勢じゃないでしょうか。 You just beat your best time through sector 3. You're doing well, you're blowing the fastest lap time.1秒。先頭ミハイル・シューマッハ、ファイナルラップに入っています。モントーヤが2位につけています。マイケル・シューマッハが2位につけています。
heads up on the second sector. さあ、バトンが追い込みます。さらにコンマ3秒差を詰めてきました。ファイナルラップに入ったところでバトンが猛烈な追い上げです。強力にプレッシャーをかけていきます。Well positioned.コンマ1秒差を広げました。ミハエル・シューマッハ表彰台の中央を獲得。最高のレースとなりました。これほど盛り上がるイベントは他にないのではないでしょうか。スペインでは今フェルナンド・アロンソと F1 が大人気です。この国のオーガナイザースタッフにも心から感謝したいですね。2週間後はいよいよ伝統のモナコグランプリです。